一人一人の〇〇が大事です。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が常々話しますことはあくまでもエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジーやおとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題は連続企業爆破事件の重要指名手配犯、東アジア反日武装戦線サソリメンバーの霧島聡についてでございます。ついに逮捕されました。なんと50年も逃げていたのです。このチャンネルではたびたび逃亡犯や指名手配犯または行方不明者の動画をアップしていますが、人一人隠れられてしまったら見つけるのは至難の業です。今回の霧島聡の場合は50年も経っていますから、もう指名手配写真とは大きく外見も変わっているはずですので、よく見つけたなぁと驚きました。以前どこかの動画で話しましたが、おい小池で有名な小池利和も普通に暮らしていて、勝手に病気で死んでしまってました。内縁の妻の女性もずっと気づかなかったようですから、指名手配犯が今回のように生きたまま見つかるというのはすごくレアケースです。もちろんマカロンも届いておりますので先に読んでいきましょう。1月26日50年前に起きた連続企業爆破事件の重要指名手配犯で、東アジア反日武装戦線サソリメンバー霧島聡70歳と見られる男の身柄が警視庁公安部に確保されたとのこと。まだ存命でしかも国内潜伏していたとはと、個人的に先日霧島に関する動画を見たばっかりだったので驚きました。50年はさすがに時間がかかりすぎだと感じますが、こういうこともあるので八田余一も決して諦めてはいけませんね。次、1970年代に起きた連続企業爆破事件の霧島聡容疑者70歳が49年ぶりに見つかりました。芸人の宮川大輔と似ていると話題にもなり、指名手配の写真をよく覚えていました。感想はこうお願いします。末期がん患者で自分から霧島聡だと名乗ったそうです。正直末期がんで余命いくばくもないから逃げ切りだと感じました。最後もう一通、指名手配犯の一人霧島聡がついに逮捕されました。先生は先日指名手配犯の一人の情報を警察に流したと言っていましたが、霧島聡のことではないですよね。その話の続きを教えてください。よろしくお願いします。はい、3名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様ありがとうございます。ついに逮捕されました。1通目のマカロンの方の言う通り、八田余一はまだ逃げたてほやほやで顔もそこまで変化していないはずですから、発見しやすいはずですので、諦めずに見つけられるよう少しでも僕たちも協力していきましょう。まずは逮捕のニュースから読んでいきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、霧島聡発見か。項目2、連続企業爆破事件とは。項目3、霧島聡はどんな人物。項目4、きちんと通報しようの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、霧島聡発見かです。現在僕が動画を撮影している段階ではまだ断定とはなっていないようですね。霧島聡と見られる男というような表記になっております。警察は現在確認作業をしているようですが、続報が待ち遠しいです。とにかくニュースを見ていきましょう。読売新聞オンライン様の記事を引用させていただきます。霧島聡容疑者、岡山に女と一緒にいるの電話から49年不明鎌倉の病院に名乗る男というタイトルでございます。歴史的な事件が急展開しました。1970年代に連続企業爆破事件を起こしました過激派組織東アジア反日武装戦線のメンバー霧島聡容疑者70歳を名乗ります男が見つかりました。半世紀にわたって逃亡を続けています霧島容疑者なのでしょうか。発見の一報に衝撃が広がりました。霧島聡と名乗っている男性が入院していますと、公安部に神奈川県警からそんな情報が寄せられましたのは1月25日でした。公安部は神奈川県鎌倉市内の病院に捜査員を派遣しました。本人の可能性が高いとの感触を得たのです。捜査員の一人は霧島容疑者の足取りはつかめていなかった、本人であれば長年追い続けた捜査員たちの悲願が果たされると興奮した様子で話しました。男が入院中の鎌倉市内の病院前には26日夕方報道陣約30人が集まりまして、騒然とした雰囲気に包まれました。連続企業爆破事件をめぐりましては1975年5月主要メンバー7人が一斉に逮捕されましたが、霧島容疑者だけは捜査の目をかいくぐってきました。手配資料などによりますと、霧島容疑者は広島県現福山市出身で、県内の高校卒業後1972年に明治学院大学に入学しました。1975年4月在学中に東アジア反日武装戦線のサソリグループのメンバーとして事件を起こし、逃走直前まで東京都新宿区歌舞伎町の大衆料理店でアルバイトをしていたとされています。
事件後の1975年5月20日に渋谷区内の銀行で現金を下ろした後、同31日に広島県の実家に電話をかけ、岡山に女と一緒にいるなどと父親に伝えたのを最後に足取りが途絶えていました。捜査幹部は単独で50年近くも逃げ切れるはずがない、本人と特定されれば逃亡に協力した人物がいないかについても捜査していくと話しました。指名手配されました容疑者が長期間潜伏していましたケースは過去にもあります。1971年11月の渋谷暴動をめぐりましては、指名手配されていました中核派活動家大坂正明被告74歳、一審で懲役20年控訴中が約46年間逃亡を続け、2017年5月に広島市内のマンションの一室で発見されました。1970年代を中心に世界各地でテロを起こした過激派グループ日本赤軍の重信房子元最高幹部78歳は1975年8月の国際手配から25年間潜伏を続けていました。オウム真理教によります事件では、2011年の大晦日に特別手配中の教団元幹部平田受刑者58歳懲役9年が確定が17年近い逃亡生活の末警視庁に出頭しました。翌2012年6月には元信者の女性52歳が相模原市内で川崎市に潜伏していました高橋克也受刑者65歳無期懲役が確定が東京都大田区内でそれぞれ発見されました。はい、という記事でした。この桐島聡は一体何をしたのか、そしてどういった人物なのかを見ていきましょう。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に連続企業爆破事件とはです。かなり昔の出来事ですから覚えていない方も多いと存じますので、まず事件について語っていきましょう。連続企業爆破事件とは、東アジア反日武装戦線が旧財閥系企業大手ゼネコン社屋施設などに爆弾を設置し爆破しました事件でございます。1974年8月から1975年5月にかけまして、東アジア反日武装戦線は日本国家をアジア侵略の元凶とみなし、アジア侵略に加担しているとされました企業に対し断続的に爆破事件を起こしました。時系列に見ていきましょう。1件目、1974年8月30日大上藩によります三菱重工ビル現丸の内2丁目ビルを爆破、三菱重工爆破事件です。こちら8名が死亡、376人が重軽傷を負っています。2件目、1974年10月14日第一の騎馬藩によります物産館三井物産本社屋爆破、三井物産爆破事件です。こちらは16人が重軽傷を負いました。3件目、1974年11月25日大上藩によります定人中央研究所爆破、定人中央研究所爆破事件です。4件目、1974年12月10日第一の騎馬藩によります大成建設本社爆破、大成建設爆破事件です。こちら9人が重軽傷を負いました。5件目、1974年12月23日サソリ藩によります鹿島建設機材置き場爆破、鹿島建設爆破事件です。6件目、1975年2月28日三藩合同によります狭間組本社ビルと同社大宮工場爆破、狭間組爆破事件です。こちら5人が負傷しました。7件目、1975年4月19日第一の騎馬藩によりますオリエンタルメタル社韓国産業経済研究所爆破、オリエンタルメタル社関山県爆破事件です。8件目、1975年4月28日サソリ藩によります狭間組京成江戸川作業所爆破、狭間組爆破事件です。1人が重傷を負いました。9件目、1975年5月4日サソリ藩によります狭間組京成江戸川橋撤去工事現場爆破、狭間組爆破事件です。はい、このように連続で爆破事件を起こしました。三菱重工爆破事件直後に警視庁丸の内警察署に設置されました特別捜査本部は公安部と刑事部双方から警察官が投入され異例の捜査体制となりました。現場検証では時限装置と見られます時計や乾電池などの破片が発見されました。これは現場に散乱していましたガラス片40トンの中から見つけられました。また爆弾はペール缶2個に詰められました塩素3塩系の混合爆薬約55キロの爆弾だったことが判明しました。なお爆薬の入手先ですが購入規制されまして間もない塩素酸ナトリウムを使用しました除草剤を転用したものでございました。特別捜査本部は爆弾はダイナマイト700本分に相当すると発表しました。特別捜査本部は当初からアナキズム思想の極左暴力集団による犯行と見ていました。犯行グループがよこしました犯行声明文と1974年3月に地下出版されました爆弾の製造法やゲリラ戦法などを記しました協定本ハラハラ時計と用いられましたタイプライターの字体が同一であることが判明、
同じ機種で撃たれていたことが確認されました。そのためハラハラ時計作成者と犯行グループは同一である可能性が高まりました。また犯行に使われましたペール缶のうち1個は東京都内の工場で製造されたもので、わずか70個しか製造されておらず、すべて東京都内で販売されていたことが判明しています。特別捜査本部は当初被疑者としてアイヌ人解放など東アジア反日武装戦線と革命理論が酷似しているとして、当時新左翼評論家でありました太田隆氏を1972年に発生しました釈社員像事件の容疑で拘束しましたが、太田隆氏のアジトから押収されましたハラハラ時計に疑問符が記入されていたり、自分の理論を真似ている者がいると周囲に不満を漏らしていたことが判明し、太田氏の潔白が証明されました。しかし公安部は太田氏の思想的人脈のどこかにメンバーがいると推理し、後に芋づる式に東アジア反日武装戦線のグループ全体が把握されることになりました。東アジア反日武装戦線は同年から1975年にかけまして連続企業爆破事件を起こしましたが、この時には警視庁公安部によってマークされていました。事件当日 A 団地下鉄丸の内線明ヶ谷駅周辺で爆発物らしき包みを持ちました不審な男を目撃したとの証言が特別捜査本部に寄せられていました。後にこれは偽情報であったことが判明しましたが、警視庁によりますローラー作戦で駅の近くにアナキズム集団東京行動戦線の関係者がいたことが判明しました。この情報に対し警視庁公安部極左暴力犯罪取締本部はこの関係者を被疑者として追尾し尻尾を出すのを待っていました。また前述の太田隆氏が関係していました現代視聴者レボルト社に狙いを定めました結果、メンバーの斉藤のどかと佐々木則夫が浮上し、この2人を追尾していくうちに東京行動戦線関係者と結びつき、犯行グループと思われるメンバーが把握されていきました。大成建設爆破事件ではメンバーのうち2人が不審な行動をとっていたことを把握しましたが、現場を抑えることができませんでした。しかし1975年4月19日に発生しましたオリエンタルメタル社関山圏爆破事件ではメンバー全員が外出し、互いに連絡を取り合っていたことが確認されました。また彼らのアジトから出ましたゴミから犯行声明文の書き損じなども発見され、ついに正体をつかみました。当初は5月9日に一斉検挙する予定でしたが、折しもイギリス女王エリザベス2世が訪日しており、不測の事態を懸念し延期されました。5月19日に主要メンバーである大道寺正史、大道寺綾子、佐々木則夫、片岡俊明、斉藤のどか、駅田由紀子、黒川義政と協力者1人が一斉に逮捕されました。この時の逮捕容疑は韓国産業経済研究所爆破事件でした。そのうち斉藤のどかは警視庁の取り調べ中に所持していましたシアン化カリウムで自殺しました。同じく大道寺綾子も服毒自殺をしようとしましたが警察官に阻止されました。主要メンバー逮捕後宇賀神久一が全国指名手配されるも逃亡し残党化しました。その後新左翼活動家の加藤三郎ら残党を名乗る新グループによりまして、神社本庁爆破事件などの爆破事件が1977年11月まで続きました。裁判中1975年8月に日本赤軍によりますクアラルンプール事件で佐々木則夫が超法規的措置で釈放され逃亡し、また1977年に日本赤軍によりますダッカ日航機ハイジャック事件で大道寺綾子と駅田由紀子が超法規的措置で釈放され国外逃亡しました。逃亡しました3人は日本赤軍と合流しています。1982年7月に逃亡していました宇賀神久一が逮捕されます。その後裁判では1987年3月24日に大道寺正史と片岡俊明への死刑、黒川義政に無期懲役、協力者には懲役8年が確定しました。1990年に宇賀神久一の懲役18年が確定します。1995年に逃亡していました駅田由紀子がルーマニアで潜伏中に身柄を拘束され日本に移送となり、2004年5月に懲役20年が確定しました。現在片岡俊明は確定死刑囚として東京拘置所に、黒川義政は宮城刑務所にそれぞれ収監されています。大道寺正史は2017年5月24日に多発性骨髄腫のため東京拘置所に死亡しました。現在国外逃亡しました大道寺綾子と佐々木則夫は国際指名手配されています。そして霧島聡も今年まで見つかりませんでした。それでは次の項目です。項目3、霧島聡はどんな人物です。霧島聡は全項目の事件のどの部分に関与していたのでしょうか。そしてその人物像はどんな人間だったのかを話していきます。
広島県福山市出身で、広島県立尾道北高等学校卒業後、1972年4月に明治学院大学法学部に進学しました。明治学院大学在学中に全項目で話しました黒川義政や宇賀神久一と出会い、東アジア反日武装戦線にサソリ班として参加し、連続企業爆破事件の複数のテロ事件に関与しました。身長は160センチくらいで、強度の近視、足が細い、広島弁、顔にニキビの跡がある、唇が厚いなどの特徴を持ちます。1975年4月18日、東京銀座の韓国産業経済研究所の入り口に手製の次元信管付き爆弾を仕掛け、翌日に爆破させました。これによってビルの一部が損壊します。警視庁は本事件を中央区内連続企業爆破事件とも呼んでいます。爆弾は同グループが出版しましたハラハラ時計に掲載したもので、同グループで薬剤師の資格を持ちます。大道寺綾子が勤務先から横領した薬品などを使って製造したものが使われました。それ以外にも数々の爆破事件に関与しています。1975年5月19日に東アジア反日武装戦線の主要メンバー7人が逮捕されましたのを契機に逃亡しました。直後に黒川が所持していました霧島の家の鍵からまだ警察が把握していませんでした。霧島の存在が明らかとなり、霧島は警視庁公安部に爆発物取締罰則違反で指名手配されました。1989年と1990年、警察庁は過激派の爆弾犯、誘拐犯ら10人を指定の公開手配としました中の1人に霧島を挙げました。1987年だけで警視庁は霧島を含めました10人を掲載しました。手配チラシを700万枚印刷し、全国に配布しております。半世紀近くも生死を含め行方が分からず、東アジア反日武装戦線のメンバーの中で一度も逮捕されていない唯一のメンバーでした。ひそごに落下日航機ハイジャック事件により国外逃亡しました大道寺綾子と共犯の事件に関しては、刑事訴訟法254条2項の規定により共犯者の公判中という形で公訴時効が停止していますが、大道寺綾子と共犯でない事件に関しては公訴時効が成立しています。また東アジア反日武装戦線の中で前科がないただ一人の人物でもありました。2024年1月25日霧島さとしと見られます男が入院している旨の情報提供が警視庁になされたことを受け、警視庁公安部によります男の特定作業が開始されました。翌日、男が神奈川県内の病院に偽名で入院しているところを警視庁公安部によりまして、その身柄を確保されました。男はすでに事情聴取に対して事件の関係者しか知り得ない当時の状況などについて話しており、こうした状況から警視庁公安部は男が霧島容疑者である可能性が高いとみて、現在 DNA 型の鑑定を進めています。男は霧島を名乗っていますが、50年近く逃亡していましたことから特定作業は困難を極めるとの見方もあります。偽名で入院しており末期がんを患っていて治療が行われていましたが、25日までに自らが霧島であるという説明を始めたことから職員が通報しました。ということで、自ら名乗り出たというのは末期がんでもう先がないことを知って最後に全てを告白しようとしたのかもしれませんね。本人が手を挙げなければこのまま一生バレずに死を迎えていた可能性が高かったでしょう。それでは最後の項目です。項目4、きちんと通報しようです。メンバーシップ配信でも話していますし、本日マカロンをもらった通り、去年僕はこの中の一人について警察に情報を提供しました。現在まだ進展がありませんので、誰についてかは伏せておきます。もともとは視聴者の方からいただきました顔写真をメンサ君に作ってもらっている顔の座標装置にかけましたところ、整合性がかなり高かったので情報を警察にメールで送らせていただきました。別人だったのか、警察がまだ本人にたどり着けていないのか、現時点では分かりませんが、すごく酷似しています。今から半年後、何も音沙汰がないようでしたら、動画を作って多くの人に知れ渡るように公開捜査をしようと考えています。ただ今は警察の邪魔にならないようにしておきましょう。このようなチャンネルをやっているせいか、よくそういった連絡をいただきます。この顔、指名手配犯の〇〇さんに似ていませんか？どう思いますか？などです。やはり皆様、間違っていたらどうしようという心配と、まあ他人の空になろうという思いで、通報連絡をしないみたいなんですよね。そこは全然間違っていても問題ありませんので、先ほどの指名手配犯、また冒頭でも話しましたように、まだ逃げたての八田与一など少しでもそうかなと思ったら警察に通報してください。なかなか見つからない、そう簡単に発見できないのは当然ですが、一人一人の通報が大事です。ひょんなことから逮捕できるケースもあります。それと犯人に恨まれたらどうしよう、仕返しされたら嫌だなと考えている方も一定数おられるみたいですね。大丈夫です。そんなことはないですし、どうしても嫌だったら僕に DM をいただければ、知り合いの刑事さんに情報を渡しておきます。
僕は懸賞金とかいりませんから、もし万が一奥が一にも指名手配犯だったら懸賞金もそのまま全部渡しますので、いろいろと知ってるんだけど自分は通報したくないんだよという方は当チャンネルや僕個人に DM してください。あなたの一報が逮捕や行方不明者発見につながるかもしれませんから、一番ダメなのはだんまりです。似たような人を見かけましたら必ず行動するようにしてください。はい、ということで今日は桐島聡と指名手配犯について解説させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。